あえっとまあ今,今年も、えっと、ステファンさんとセバスチャンさんが、えっと、バイクで日本を <laughs> 日本を、えっと、巡って、えっと、でまた福岡に立ち寄ってもらってくださってでえっとまあいろんな話をしてくださいますなのでえっとウェルカムトゥ福岡セバスチャン <and S 2> ステファン。 ということで、じゃ、あ始めましょう。最初は伊藤さんから。はい。よろしくいしす。オッケー。えー、皆さん、こんばんは、じゃなくて、こん,にちは <laughs> こんにちは。まだ明るいので。でも、こんばんはの時間ですよね。<laughs> えーっと。じゃあ、早速。 えと今日のセミナーを始めたいいと思いますオラクルコードジャパンツアーイン福岡ということでこれから2時間ほどいただいて、えーまあ、今現在ですね、えー、日本を回ってセミナーツアーをさせていただいているまずはちょっと概要のお話をさせていただいて、まあ、最近の、えー、私どもオラクルの方でやらせていただいているセミナーを少しだけ、えー、私の方で 冒頭少しご紹介をさせていただきますでその後、えー、今日のゲスト講師のまず1人目である久保田さんの方から、えー、JVM のロギングのお話をさせていただきますで、えー。後半が彼ら2人のセッションという形で進めさせていただきます。でこのお オラクルコードジャパンツアーなんですけれども、去年はナイトハッキングツアーっていう名前で、えー、お邪魔しました。今年はオラクルコードジャパンツアーです。えー、バイクで走って、えー、回っているのは彼ら2人、去年と同じですね。えー、訪問している先も大体同じなんですけれども、今年は熊本にお邪魔しました。昨日行ったんですけれども、えー、13名ぐらいですかね、方々にお越しいただいて、 まあ非常に盛況に終えることができました今日、えー。昨日の熊本がちょうど中日だったんですけれども、えー、今日、福岡、六、え、カ、ー、所目にあたります。でこの後、えー、明日からまた移動して、今度は、えー、ずっと西に向かってきた。のが今度、東の方に移動していきまして、えー、日本海側の方に入って、福井に、まず、三十一日に。 で翌日、えー、仙台、1日で福井から仙台まで行っちゃいますが相当走るんですけども、えー、走っていきまして仙台まで行ってで、えー、仙台から札幌行って終了と東,東京戻ってきて終了という形で、えー、ここ全部彼らはあのバイクでずっと走って回ってくれるとういうセミナーツアーとなっております。 でです、ね、あの今日もそうなんですけど、どこにもあの通訳なしで、す、え、べ、ー、て英語ストレートを聞いていただいて、えー、内容を理解していただくというものになっております。ぜ、え、ひ、ー、是非まあ、なかなかこういう機会ないと思いますので、あのご活用いただければということで、えーまあ、このツアーと合わせて、ことしの、まあ、5月の17日なんですけれども、JavaDayTokyo と。 年次の、えー、私ども主催でやらせていただいている、えー、と Java のイベントも開催をさせていただきました、えー、今年は品川の方で開催をさせていただきまして多くの方々に、えー、いらしていただきました、えー、まあセミナーを開始する前から、あのー、お話をさせていただいてましたけれども、まあ、今年は JavaSE9 それから JavaE8 リリースの年ですので、まあ、その2つの、えー、大きなテクノロジーバージョンアップ するテクノロジーの、えーまあ、API 群、機能群っていうところの話を各セッションで、えー、中心にさせていただいて、えー、これまでとはちょっと思考が違うのは、えー、海外の Java チャンピオン桜庭さんや寺田さんとかと同じような Java チャンピオンですね Java チャンピオンの海外の Java チャンピオンの方々に、えー、6名ぐらいですかね お越しいただいて、えー、セッションを持っていただくという形でかなりこう国際色豊かな形で、えー、今年は実施をさせていただきました。で、えーまあ、このコンテンツから、まあ、今日のセッションというところにつながってくるんですけれども、えーまあ、今日のセッションの中では SE9 や E8 のお話は、まあ、ちょっと断片的にしか ま入ってこないんですが、内容的には含まれてくるものですので、ぜひまあお見逃しのないようにお願いいたします。それから、そうした新しい情報に関して、Java の新しい情報に関しては、私もえ日本 a ラクルから、オラクル Java&Developers とサイトを通じて、日本語の情報という形であの情報提供しております。こちらのサイトの方もぜひご活用いただければと思います。 今はですねあの桜庭さんや寺田さんの、えー、対談シリーズをちょうど、えー、ご提供しているところですので、えー、ぜひぜひそうしたコンテンツもご覧いただければと思います。はいえー、ということで私の、えー、イントロはここまでとさせていただいて、えー、早速久保田さんの、えー、JVM、えー、ロギングのお話に移りたいと思います。